ドジャース、ブレイブス、14日、カンバーランド、ドジャース、大谷翔平選手が1番、DH で出場。第4打席で2打席連続の適時2塁打となる同点打を放った。動画、すげから右手1本かよ、技あり杉の同点2塁打、ベンチの喜びが可愛い WWW、場面は7回西12塁、左腕リーの外角球を最後は右手1本で、 しぶとく右翼線へ運ぶ技ありの一打。3戦ぶり54度目のマルチアンダをマークした。第3打席では12打席ぶりアンダとなる敵時2塁打。二腕モートンに2打席連続三振と抑えられていたが、5回西一三塁で右翼線に時速184キロの弾丸ライナーで運んだ。